こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日は太宰治の灯籠という短編小説を朗読していきます。読書会用に朗読しますので、読み間違え等ございますがご了承ください。灯籠。言えば言うほど人は私を信じてくれません。会う人、みんな私を警戒いたします。ただ懐かしく、顔を見たくて訪ねて行っても、何しに来たというような目つきでもって迎えてくれます。たまらない思いでございます。もう、どこへも行きたくなくなりました。すぐ近くのお湯屋へ行くのも、きっと日暮れを選んで参ります。誰にも顔を見られたくないのです。真夏の自分にはそれでも、夕闇の中に私の浴衣が白く浮かんで、恐ろしく目立つような気がして、死ぬるほど当惑いたしました。昨日今日めっきり涼しくなってそろそろセルの季節に入りましたがから早速黒地の一重に着替えるつもりでございます。こんな身の上のままに秋も過ぎ冬も過ぎ春も過ぎまたぞろ夏がやってきて再び白地の浴衣を着て歩かなければならないとしたならそれはあんまりのことでございます。せめて来年の夏までにはこの朝顔の模様の浴衣を臆することなく着て歩ける身分になっていたい。縁日の人混みの中を薄化粧して歩いてみたい。その時の喜びを思うと今からもう胸がときめきいたします。盗みをいたしました。それに違いはございませぬ。いいことをしたとは思いませぬ。けれども、いいえ初めから申し上げます。私は神様に向かって申し上げるのだ。私は人を頼らない。私の話を信じられる人は信じるがいい。私は貧しい下駄屋のそれも一人娘でございます。ゆうべお台所に座ってネギを切っていたら、裏の原っぱで姉ちゃんと泣きかけて呼ぶ子供の声が哀れに聞こえてきましたが、私はふっと手を休めて考えました。私にもあんなに慕って泣いて呼びかけてくれる弟か妹があったならば、こんなわびしい身の上にならなくてよかったのかもしれない。と思われて、ネギの匂いのしみる目に熱い涙が湧いて出て、手の甲で涙を拭いたら、一層ネギの匂いに刺され、後から涙が出てきて、どうしていいかわからなくなってしまいました。あのわがまま娘がとうとう男狂いを始めたと上結さんのところから噂が立ち始めたのは、今年の葉桜の頃で、なでしこの花や、あやめの花が縁日の夜店に出始めて、けれどもあの頃は本当に楽しゅうございました。水野さんは日が暮れると私を迎えに来てくれて、私は日の暮れの先からもうちゃんと着物を着替えて、お化粧も済ませ、何度も家の窓口を出たり入ったりいたします。近所の人たちはそのような私の姿を見つけて、それ、下駄屋の咲子の男狂いが始まった、など、そっと、指差し、ささやきかわし笑っていたのが、後になって私にも分かってまいりました。父も母もうすうす感づいていたでしょうが、それでも何にも言えないのです。私は今年24になりますけれども、それでもお嫁に行かず、ご婿さんも取れずにいるのは、うちの貧しいゆえもございましょうが、母はこの町内での顔利きの地主さんのお目かけだったのを私の父と話し合ってしまって、地主さんの恩を忘れて父の家に駆け込んできて、間もなく私を見落とし、私の目鼻立ちが地主さんにも、また私の父にも似てないとやらで、いよいよ世間を狭くし、一時はほとんど日陰者扱いを受けていたらしく、そんな家庭の娘ゆえ、縁遠いのも当たり前でございましょう。もっともこんな器量では、お金持ちの家族さんの家に生まれてみても、やっぱり縁遠い定めなのかもしれませぬけれども、それでも私は私の父を恨んでいません。母をも恨んでおりませぬ。私は父の実の子です。誰が何と言おうと私はそれを信じております。父も母も私を大事にしてくれます。私も随分両親をいたわります。父も母も弱い人です。実の子の私にさえ何かと遠慮をいたします。弱いおどおどした人をみんなで優しくいたわらなければならないと存じます。私は両親のためにはどんな苦しい寂しいことにでも耐え忍んでいこうと思っていました。けれども水野さんと知り合いになってからは、やっぱり少し親孝行を怠ってしまいました。申すも恥ずかしいことでございます。水野さんは私より5つも年下の商業学校の生徒なのです。けれども、お許しください。私には他にしょうがなかったのです。水野さんとは今年の春、私が左の目を患って、近くの名医者へ通って、その病院の待合室で知り合いになったのでございます。私は一目で人を好きになってしまうたちの女でございます。やはり私と同じように左の目に白い眼帯をかけ、深い毛に眉を潜めて小さい辞書のページをあちこちたぐって調べておられるご様子は、大変おかわいそうに見えました。私もまた、眼帯のためにうつうつ気が移して、待合室の窓から外の C の若葉を眺めてみても、C の若葉がひどいかげろうに包まれてメラメラ青く燃え上がっているようにも見え、開会のものすべてが遠いおとぎ話の国の中にあるように思われ、水野さんのお顔があんなにこの世のものならず美しく尊く感じられたのも、きっとあの眼帯の魔法が手伝っていたと存じます。水野さんはみなしごなのです。誰も親身になってあげる人がないのです。元はなかなかの薬酒問屋で、お母さんは水野さんが赤ん坊の頃亡くなられ、またお父さんも水野さんが12の時にお亡くなりになられて、それからうちが行けなくなって、兄さん2人、姉さん1人、みんなちりぢりに遠い親戚に引き取られ、末っ子の水野さんはお店の番頭さんに養われることになって、今は商業高校に通わせてもらっているものの、それでも随分気詰まりな、わびしい一日一日を送っておられるらしく、私と一緒に散歩などしている時だけが楽しいのだ、と、ご自分でもしみじみそうおっしゃっていたことがございます。身の回りについても、いろいろとご不自由のことがあるらしく、今年の夏、お友達と海へ泳ぎに行く約束をしちゃったとおっしゃって、それでもちっとも楽しそうな様子が見えず、帰って打ちしおれておられて、その夜、私は盗みをいたしました。男の海水着を一枚盗みました。町内では一番手広く商っている大丸の店へすっと入っていって、女の簡単服をあれこれ選んでいるふりをして、後ろの黒い海水着をそっと手繰り寄せ、脇の下にぴったりと抱え込み、静かに店を出たのですが、2、3軒歩いて後ろから、もしもし、と声をかけられ、わーっと大声を発したいほどの恐怖に駆られて、気違いのように走りました。泥棒という太いわめき声を後ろに聞いて、ガンと肩を打たれてよろめいて、ふっと振り向いたらピシャンと頬を殴られました。私は交番に連れて行かれました。交番の前には黒山のような人がたかりました。みんな町内の見知った顔の人たちばかりでした。私の髪はほどけて、浴衣の裾から膝小僧さえ出ていました。浅ましい姿だと思いました。おまわりさんは私を交番の奥の畳を敷いてある狭い部屋に座らせ、いろいろ私に問いただしました。色が白く、細もての金縁の眼鏡をかけた27、8歳のいやらしいおまわりさんでございました。一通り私の名前や住所や年齢を尋ねて、それをいちいち手帳に書き取ってから、急にニヤニヤ笑い出して、今度で何回目だね、と言いました。私はぞっと寒気を覚えました。私には答える言葉が思い浮かばなかったのでございます。まごまごしていたら、牢屋へ入れられる、重い罪名を負わされる。なんとかしてうまく言い逃れなければ、と私は必死になって弁解の言葉を探したのでございますが、なんと言い張ってよいのか、五里霧中をさまよう思いで、あんなに恐ろしかったことはございません。叫ぶようにしてやっと言い出した言葉は自分ながら無様な唐突なもので、けれども一言言い出したら、まるで狐に疲れたようにとめどもなくおしゃべりが始まって、なんだか狂っていったようにも思われます。私を牢へ入れてはいけません。私は悪くないのです。私は24になります。24年間私は親孝行いたしました。父と母に大事に大事に仕えてきました。私は何が悪いのです。私は人様から後ろ指を一つ刺されたことがございません。水野さんは立派な方です。今にきっとお偉くなるお方なのです。それは私には分かっております。私はあのお方に恥をかかせたくなかったのです。お友達と海へ行く約束があったのです。人並みの支度をさせて海へやろうと思ったんだ。それがなぜ悪いことなのです。私はバカです。バカなんだけれども、それでも私は立派に水野さんを仕立ててご覧に入れます。あのお方は上品な生まれの人なのです。他の人とは違うのです。私はどうなってもいいんだ。あの人さえ立派に世の中へ出られたら、それでもう私はいいんだ。私には仕事があるのです。私を牢に入れてはいけません。私は24になるまで何一つ悪いことをしなかった。弱い両親を一生懸命いたわってきたんじゃないか。嫌です、嫌です。私を牢屋に入れてはいけません。私は牢に入れられるわけはない。24年間勤めて、そうしてたった一晩、ふっと間違えて、手を動かしたからってそれだけのことで24年間。いえ、私の一生をめちゃめちゃにするのはいけないことです。間違っています。私には不思議でなりません。一生のうちたった一度、思わず右手が一尺動いたからって、それが手癖の悪い証拠になるのでしょうか。あんまりです。あんまりです。たった一度、ほんの2、3分の事件じゃないか。私はまだ若いのです。これからの命です。私は今までと同じように、辛い貧乏暮らしを辛抱して生きていくのです。それだけのことなんだ。私は何にも変わってはいやしない。昨日のままの咲子です。海水着一つで大丸さんにどんな迷惑がかかるのか。人を騙して1000円、2000円と絞り取っても、いいえ、一信頼潰してやって、それでみんなに褒められる人もさえあるじゃございませんか。牢は一体誰のためにあるのです。お金のない人ばかり牢に入れられています。あの人たちはきっと他人を騙すことのできない弱い性格、正直な性質なんだ。人を騙していい生活をするほど悪賢くないから、だんだん追い詰められてあんな馬鹿げたことをして、2円3円を強奪して、そうして5年も10年も牢に入っていなければいけない。はは、おかしいおかしい、なんてこった、ああ、バカバカしいのね。私はきっと狂っていたのでしょう。それに違いはございません。おまわりさんは青い顔をしてじっと私を見つめていました。私はふっとそのおまわりさんを好きに思いました。泣きながらそれでも無理して微笑んでみせました。どうやら私は精神病者の扱いを受けたようでございます。おまわりさんは腫れ物に触るように大事に私を警察署へ連れて行ってくださいました。その夜は留置場に止められ、朝になって父が迎えに来てくれて、私は家へ帰してもらいました。父は家へ帰る途中、殴られやしなかったかと一言そっと私に尋ねたきりで、他には何にも言いませんでした。その日の夕刊を見て私は顔を耳まで赤くしました。私のことが出ていたのでございます。万引きにも三部乗り、変質の左翼少女とうとうと美辞麗句という見出しでございました。恥辱はそれだけでございませんでした。近所の人たちはうろうろ私の家の周りを歩いて、私も初めはそれが何の意味かわかりませんでしたが、みんな私の様を覗きに来ているのだと気づいたときには、私はわなわな震えました。私のあのちょっとした動作がどんなに大事件だったのか、だんだんはっきり分かってきて、あの時、私のうちに毒薬があれば、私は気楽に飲んでいたことでございましょうし、近くに竹やぶでもあれば、私は平気で中に入って首を吊っていたことでございましょう。2、3日の間、私の家では店を閉めました。やがて私は水野さんからお手紙いただきました。僕はこの世の中で咲子さんを一番信じている人間であります。ただ、咲子さんには教育が足りない。咲子さんは正直な女性なれども、環境において正しくないところがあります。僕はその箇所を直してやろうと努力してきたのであるが、やはり絶対のものがあります。人間は学問がなければいけません。先日友人と共に海水浴に行き、海浜にて人間の向上心の必要について長いこと論じ合った。僕たちは今に偉くなるだろう。咲子さんも以後は行いを慎み、犯した罪の1/万にいても償い、深く社会に陳謝するよう、社会の人、その罪を憎みて、その人を憎ます。水野三郎。毒後必ず焼却のこと、封筒も共に焼却してください、必ず。これが手紙の全文でございます。私は水野さんがもともとお金持ちの育ちだったことを忘れていました。針のむしろの一日一日が過ぎて、もうこんなに涼しくなってまいりました。今夜、父がどうもこんな伝統が暗くては気がめいってはいけないと申して、6畳間の電球を50色の明るい電球と取り替えました。そうして親子3人明るい電灯の下で夕食をいただきました。母はああ眩しい眩しいと言って箸を持つ手を額にがたして大変ウキウキはしゃいで、私も父にお酌をしてあげました。私たちの幸せは所詮こんなお部屋の電球を変えることぐらいのものなのだとこっそり自分に言い聞かせてみましたが、そんなわびしい気も起こらず、かえってこのつつましい伝統を灯した私たちの一家が随分きれいな走馬灯のような気がしてきて、ああ覗くなら覗け、私たち親子は美しいのだと庭に鳴く虫までも知らせてあげたい静かな喜びが胸にこみ上げてきたのでございます。終わりです。